魂が初めて宮古にやってまいりました。いや、シャネルのコピーバンドがいてって言うんで、来てみたんですけど、女バカ野郎と思ってました。なんだか、ね、ちょっと怖い。大丈夫じゃねえんだよ。全然大丈夫じゃねえんだよ。やばらしいよ。しかも顔が似てんだよこいつ。いいですか。注意事項なんですけど、まず一つ目、私現在保護観察中の身です。動画撮影の方なんですけど、動画撮影ちょっと NG でいいですか。こんなふざけた姿を、SNS に上がってしまうと、私下手すれば元の刑務所に戻るわけです。2つ目のお願い、本当厳しいこと言ってすみません。写真撮影の方なんですけど、本当厳しいこと言ってすみません。一人100枚まででお願いします。大丈夫だね。見てるよ、見てる、見てる、通ってるし。あと最後の一番重要なお願いです。会場内での薬物の取り引きは禁止です。絶対にないですよ。それではその素敵なシャネルのコピーバンドと一緒に楽しみたいと思うんで、最後までよろしく。Yeah.
Thank you. ちょっと待って。でも俺ちょっと舞い上がってて、手袋するの忘れてた。もう、ダンスよさ。みんな一緒に、もう、ダンスよさ。やかましいわ。もう何十年ぶりかに手袋しました。ただね、ただね、この手袋を見ると固く操作を思い出しちゃいます。もう出しなさい。やめろこれ。ちょっと待って、剣豪国境誕生日だよ。これ俺の一回も来てないやつ。あれ、かぶってたのね。あと、おかしいね。かぶってたやろ。あと、俺がデザインした、これ、韓国で見えるでしょ。最後は K になって、韓国になってます。とっておき、みんなで打ち上げ用のお酒用意したんだけど、ただのイチコじゃありません。間にウンを入れてイチンコにしました。もう足のさダイナマイトと叫んでもらっていいですか。あ、いいですね。
昔ふざけて、皆さん歌詞しないと思うんですけど、ゴーゴーゴーのメールっていう歌詞が出てくる、最初にね。ここ俺たちわざとみんなの中にゴーゴーゴーのメールって歌ってる。もう歌詞さやめろってんだよ、それ。これで入ってるの？いいじゃない。はい、行きますよ。ダイナマイト。どこどこ忍べる君のなれば待ちまったすぐ間違いを待ちない。どこからも誘い
俺連れて行かれちゃったんだよ。すみません、ちょっとドキドキしちゃいました。マッシーさん、本当に今日はありがとうございます。何をおっしゃいますか。本当に40年待ちましたよ、僕は。そうそう、俺ね、結構ね、世間にいないんだよ、やかましいわ。でも長くおかれてないですけど、僕らも本当に子供の時からずっとしゃべってありがとうございます。本当に高校生というか、すごい先輩たちがこういうライブハウスも何もなくて、映画館でライブとかやってたんですよ、市民会館で、はいはい、その時の先輩たち多分いっぱい来てるので、地元の人も、地元の人もいっぱいいると思います。宮古ではどうだか知らないんですけど、僕たちのヒット曲で街角を止まらないとって曲があるから、大好きだね。沖縄ではやるな。ホーミー見たいって聞こえてるんですよ。ホーミーってのは女性の何か宝の味って書いてある。それはその曲はちょっと注意してやってくださいって言われた記憶があります。まあもう出しよさ、本当に前でやめてくれる。素手になっちゃうから、もうあと何やんだよ。ハリケーン、オッケー。本当にマシーさんを大好きな生活って天国からいっぱい見てると思うので、最後に何何マシーさんを大好きだった先輩はほとんど天国の方に行ってない。そうなんだ、みんな待ってますよ。死んでますよ、死んだでしょ。やましいな、これやましいな。俺もそんな長いことないから、皆さん応援よろしくお願いします。